今日お話ししたこの文章のテンプレート、皆さんも同じように使われたら、ついついその方のことを信頼し、そして相手のことがなぜか気になるって感じたんじゃないでしょうか。もう一度おさらいを言いますね。まず一つ目に、はい、本日もよろしくお願いします。橘事務局の中川敦です。では今日もね、日本で唯一冷却期間一切不要の最短最速の復縁方法が学べる橘式復縁術の解説動画となっております。ぜひね、本日も皆さんは紙とペンを持って参考に、まあそして今日の文章にね、ぜひ使っていただければと思います。よろしくお願いいたします。まあ今日も講義のお時間でございますので、ぜひ最後までついてきていただきたいと思います。今日は相手を振り向かせる心理テクニックということで、皆さんに具体的な文法までいくつかねレパートリーを用意してきておりますので、今日も一言一句違わないようにね、そのまま皆さんにお伝えするようにやっていきますので、まあテロップがこれでバーって流れていきますから、ぜひ参考にして、確かにこの文章ね使えるなっていうものを使ってください。本当にね、心理学とか脳科学とかこれをバカにしてるっていうか、使えないなとか別の世界のものだななんていうふうに思わずに、世の中心理学脳科学がありふれていますからね。それで人は動かされていたり動いていたりします。例えば今日の動画の冒頭で言われたね、このテクニック皆さんも実感しましたよね、その一つ目ってこうやってね最初に入っていたじゃないですか。実はこれって心理学でいうところのアンカー効果っていうね、アンカー効果ってもうご存知の方はね知っていると思いますが、なぜかね、一番最初のフックが入ってしまうと、このフックっていうのはアンカーですね、重りがドンって入ってしまうと、人は最後の最後までその内容を気になるので確認せずにはいられないという、まあそんな心理的効果があるんです。僕はそういうのを活用しながら、皆さんが最後まで飽きずに動画を見れるようにって、そんな工夫をしながらいつも動画を撮影しています。つまりこういうね心理学脳科学っていうのを復縁に応用して、皆さんが短期間で時短をして、そのお相手とよりを戻すために最短最速のその有力なね方法を手に入れていただきたいと思って、まあ今日もそういうテクニック講座になっておりますので、ぜひなんか心理学自分は難しいなではなく、もう実践できるベースにまで落としてね、今日もお話しますので参考にしていただければと思います。まず一つ目ですが、相手との文体を照らし合わせた心理テクニック、有名な心理テクニックについてです。これは心理学でいうところのミラーリング効果とかね、そんな風に解説されているものがありますが、自分が使った文章と同じ類似性を感じる文章で来た時に、共通性のある文字体で来た時になぜか親近感が湧く、そこに対して安心感が湧く、敵意が取り除かれるという、人間には心理的本能があると言われています。例えばですね、皆さんもなんとなく自分と近いものを感じるなとか、なんとなくこの人には近しい感覚や匂い、なんかそういうのを感じるなって思った時に、この人は敵ではないな、初めましてであった人でも、そんな風に初めから相手に心を開いてね、自分のことを開示できるという経験をされたことはないでしょうか。これは類似性の法則が働いていて、自分の敵ではないって感じると、まあその人に対する警戒心とかが必然的に薄れていくんです。結果として警戒心が取れていくから、その人に対するストレートなね、まあ信頼性が信用がどんどん加速して積み上がっていくので、その人との縁が結ばれやすいっていうやつですね。例えば LINE の文章の文字列が同じであるとかね、使っている絵文字のレパートリーが似ているとかね、他にもお相手と文章の長さが一緒、お相手と返信までの速度が一緒とかね、そういうやつです。なので1日ごとにこうやって返信が来るよとか、別れた後ってこういうパターンありますよね。相手は1日ごとなのに自分は1時間後にすぐに返信するって、こういうパターンはあまり良くないです。なので相手が1日ごとであれば、皆さんの返信も1日丸1日遅らせてから返信した方が実は効果的なわけですよ。ついついねすぐ既読をつけて、あ早く返信しなきゃっていうふうに思うんですが、それは類似の法則をあえて働かせることによって、その1日に1通のコンタクトがそれをより感覚を自分に合わせてもらえるように短くすることが、まあこれのね応用したテクニックになるんですが、まずは皆さんね、相手から敵意、ね、を取り除くということがまず最初のステップで効果的になります。2つ目が、これがちょっと長いのでね、いろんな文章のレパートリーを用意してきたので、いくつかここにバーってね書き出されてきますから参考にしてほしいです。2つ目がですね、相手を特別視する文章テクニックです。
相手を特別視する文章テクニック。人は誰しもね、自分がその人にとって特別な存在なんだと自覚をすると、この人にとってもあなたが特別な存在だっていう風に偏方性の法則が働くようになるんです。これも不思議ですよね。なので相手を特別扱いするような文章をこう随所にまとめていくと、あなたのことが結果的に特別な存在と偏方性が働くので、ぜひやってほしいですね。これ文章そのまま入れますので参考にしてください。こんなこと〇〇さん〇〇ちゃんにしか言えないんだけど、2つ目です。どうしてかな、〇〇くん〇〇ちゃんには何でも話せる気がする。私僕にとって〇〇さん〇〇ちゃんってなんか尊敬するな、〇〇ちゃんにだから言っちゃうんだけど、この話をしたのって〇〇くんが初めてだからね、〇〇さんも素敵だけど私はやっぱり〇〇くんの方がかっこいいよ、まあ、これは〇〇さんの方がかわいいよとかそういう感じですね。〇〇ちゃんの言うことなら何でも素直に聞けるような気がする、こんな私を分かってくれるのは〇〇くんだけだよねという感じですね。これは人間行動学、心理学、まあ、脳科学に基づいた文章のテンプレートになります。ぜひね、普段の会話の中にこういうやり取り、枕言葉って言うんですけど、枕言葉にこういうことを入れていたり、文末にこの文章のメッセージを入れたりするだけで、普段の会話にプラスアルファね、あなたが特別視を相手にちゃんと尊敬の念が伝わる文章になるので、お相手はもらって特別な存在って受け取ることができるので、その偏方性が働き、いやいやいやそんな風に言ってくれるのは〇〇くんだけだよね、〇〇ちゃんだけだよ、あなたも同様にその彼彼女からあなたも特別視されるようになっていく、そういうねテクニックになります。相手を振り向かせる心理テクニックですから、ぜひ皆さんはね、口説くってなると好きって気持ちを伝えるっていうことに目が行きがちですが、そうではないんです。人間行動学をちゃんと学んでいただくと、相手の承認欲求を満たし続けることが実は復縁においてとっても大事なキーワードになるんで、なんか恋愛で好きにさせるために好きだとか愛してるとか自分の思いを伝えるのではなくてね、相手の承認欲をどうやって満たしていくのか、相手の本能的なね警戒心をどうやって解いていくのか、こういう観点からアプローチを考えてみるだけで復縁は爆速にどんどん進んでいきますので、ぜひ参考にしていただければと思います。今日の動画参考になったという方はぜひいいねボタンよろしくお願いします。他にも聞きたいことがあればコメント欄などに何でもご質問してください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。